はい、どうも皆さん、こんにちは。まこさです。今が、全く見えんな。6時32分です。まあ、だいたいいつも、こんぐらい。6時から6時半ぐらいの間起きて、そう、今日は撮影のためになんかいろいろ手間取ってから、32分です。で、今日はね、1日撮っていきます。で、大会まであと5週間。やばい。あと5週間しかないです。実際体の感じはね、結構、もうだいぶ副車もちゃんと見えてほしい。で、今は5週間前は体重はもうあんま気にしてないです。もう全部鏡で自分の見た目だけでやってます。で、まずね、最初サプリ飲みます。で、普通は、まあ、こういった EA を作っておいて、自分が取ってるのがパープルラスと赤いグルタミン、なんかそれも全部アイハーブみたいなあるんで、それが一番安くておすすめかなと思います。グルタミンはもしかしたら安いのかな。そしたらコストコで買える、何だっけ、コエンザイム9点とDHC っていう、あの、薬局とかにあるカルニチン飲みます。こんな、うん、5週間前なんで、有酸素は今、50分か、50分してます。で、オフの日だけ30分歩くだけにしてます。まあ、そういう理由があって、まあ、後々話していきます。後々は分からんけど、まあ、ここがいいです。じゃあ今から走り行ってきます。はい、今有酸素終わってから今から朝ごはんです。朝ごはんも簡単にもう作ったものを見せるんで、すぐ作ります。レッツゴー。はい、これが朝ごはんです。餅 150g と卵が白身が4個に黄身が2個のオムレツみたいな感じで、野菜とトマトで納豆です。で、今日はね、もうすぐパーソナルが入ってるんで。今は10時です。オールウェイズさんですね。オールウェイズ土井さんでやってます。で、オールウェイズはね、もうすぐ長者バレってとこに7月2日かなオープンするんで、ぜひ機会があれば来てみてください。なんかさまざまなキャンペーンやってるんで、よろしくお願いします。じゃあ、これパーソナルのやっていきます。はい、今パーソナル券終わって、ご飯は卵白 200g とレタスで、今回はね、チキンがね、解凍間に合わなかったんで、卵白 200g 入れてきました。たまーにここにほら、卵白と黄身分けるときに間違えて黄身が入ってしまって、少し黄身入ってます。まあいいや、これを2回食べます。焼いていきます。やばい、時間がない。あと18分で次のお客さん、すげー。これ芋が最後の炭水化物ですけど、食べます。あとね、もう一食同じ卵を 200g 作ってるんで、それを食べたら今日は
よし、パーソナルも終わりましたんで今から家に帰ります。アフレコでいきます。まず4色目がオイコソ3つですね。これ本当はイチゴじゃなくて普通のタイプの 12g 入ってる味付けなしのがいいです。なかったのでこれです。で5色目がこれです。まあチキン200となめこ汁、あとはね家族の美味しそうな唐揚げ丼を見てました。じゃあこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。